もうガチガチなんですけど、もうプロ2人がねいらっしゃるとちょっとねやっぱりガチガチ。もう実際自分があの新人の時不順位入った時にもやっぱこういうのあったんですけど、あ、そうなんですか、はい、それよりも緊張しますね車両も慣れないですからね、ちょっとこのやっぱりね、そのメーカーが違うだけでもね、結構同じトラックでも乗り足とか運転のね、はい、あの感覚って変わるんで、まあ、それに加えて今回バスに変わってるのと、まあね、外車から国産に変わってるんで、まあ、ウインカーなんかも逆だし、はい、そういうのもね、慣れないですね。緊張します、はいはい。シフトもまた独特ですよね。そうですね、独特ですね。トラックみたいに機械的につながってるわけではなくて、まあ、スイッチの代わりというか電池式で切り替わるような印象になってますので、はい、まあ、バスは基本的に一番後ろにエンジンがありますので、ね、そうですね、静かで、だから今変速もなんか全然今エンジン回転数高いの気がつかないで走ってましたね。ああ、あるかもしれないですね静かすぎちゃってもう、はい、今後ろが全然走ってねえわって思って、自分もさっきなんか全然振動感じないですもんね、この高回転。ガラスが大きいんで眺めがすごくいいですね。いいですね。やっぱ大きいトラック乗ってこういう夜景っていうか、まあ、ビルがあるような、はいはいはい、こういう高層ビル群みたいなのが撮れるっていうのは、まあ、見れるっていうのもいいですよね。この運転手の醍醐味ですよね。そうだね。トラックだとさらに視点が高くなるんで、かなり夜はこんな感じですよね。本当に。はい、そうですね。今東京の、まあ、シンボルでもあるのレインボーブリッジはだって。お台場に入るから、ね、海も結構高さがあります。通常多分高速バスに乗ってるとこの席にガイドさん用の席に座ることまずないと思うんでこれも多分なかなか経験できないですいやーでも安定感あるな。走りにこだわってる感じですね、はい、車が。自家用で所有されてるホイチャンネルさんも相当相当ですね本当ですよね、物好きですよ。いやいやいや、同型のバスを所有されてる個人の方っていらっしゃいますね。このあ、いますよ、北陸にもちゃんといるんで。あ、いるんですね、はい、すごい人にはすごいと思いますから。ああ、2階建てのはい、はい、エアロキングっていうやつを、うん、2台所有してる方が、はい、2台、はい、すごいですね、もう完全に個人で乗り用ですよね。そうですね。あ、自分でなんか直したりもできるんですよ、その人。あ、そうなんですか。トラックの仮装屋さんやってるんで。へえ、はい、じゃあもういじるのは何でもできちゃって、はい、で買ってきて、はい、レストアから全部自分でやってらっしゃる感じなんで、はい、導入するのもやりやすくて、はいはい、なるほど、維持もしやすいみたいな。結構いるんですね、個人で持ってる方もね。結構いますね。どういう方のバスが人気あるんですか。やっぱこういう大型が人気あるんですか、個人で所有する。多分一番の憧れは12メートルのこのフルサイズですけど、はいはい、まあ、でもやっぱり多いのはなんか変わり種のバスですよね。なんか前が2枚窓だったりとか、最前席だけ2階建てみたいなやつとか、あのエアロスリートとか、ああいう感じの豪華なやつがやっぱり人気なんじゃないですか。なかなかこの高速タイプそのまま使ってるのかな、はい、やっぱり何かしら皆さん改造されてるんで、でっかいソファー置いてみたり、はいはい、サロンでっかいのしてみたり、
まあでもなんか家の代わりとして使えそうですよね。部屋というか。あ、そうですね。そうですね。個室的な感じですよね。贅沢な部屋ですけどね。相当な広さがありますよね。あれでもスーパーハイデッカーとハイデッカーだと値段全然違うんですよ。その買う上でも。違うんじゃないですか、やっぱり。あ、今新車で2階建てのバスってないんでしたっけ？今日本国産はないじゃないですかね、多分。輸入だけですよね。はいはいはい。昔よく見ましたけどね、JR とかで。あんまり売れないのは知らないですけど、うん、こっちの方がかっこいい気しますけどね、なんか。やっぱりそういうのが人気ですよね。ああ、中古でもやっぱり人気がないですよ。いや、緊張しながらの一周でした。いや結構早かったですね。早かったですね。やっぱ空いてるからかな。何分ぐらいですか？15分ぐらいですか？でもなんだかんだで俺のカメラ19分になってますね。10分ぐらいですね。怖いのがこれがまた駐車しなきゃいけないんですよね。ちょっとあれ、自分も慣れなかったです、こればっかり。本当ですか？いや、綾人さんが慣れないの僕できるわけないじゃないですか。ガチガチなんですけども。いや、思った以上に切れるんで、なんか変な感じがしますね。さあ戻ってきましたけど、今空いてますかね。あ、今1台ですね。そうですね、先ほど観光地とかでこうやってバス並んでるところに止めようとすると、はい、前とかでタバコ吸ってる運転手さんが腕組みしながら見てるんですよね。どういう渋滞をしてるのかとか。あ、なるほどね。それ嫌ですよ、本当に。切れますね、バック切れますね、これ本当に。はい、ガッと切れるんで。右は、あ、大丈夫ですか。あとさ、車が左は同業者の車。同業者って怖いですよ。ポツンとやってるもん。こっちもやったらまずい。まあ、それはね、どこの車でもまずいんですけど。もう一周ぐらいですかね。はい、もう一周。とりあえず一回止めましょうか、じゃあ。そうですね。ありがとうございます。いやドキドキするわ、久々に。これ緊張しますね。緊張しますよ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。